銀南号銀南号とは、かつて、福岡県北九州下地区、小倉北区と熊本県熊本市を結んでいた高速バスである。2018年11月30日をもって、運行休止。運行開始当時の銀南号九州三考便あたり、路線専用両車共通から撤退前の西日本鉄道運行車両をまた、この日から、 九州産業交通運用分が九州産高バスに移管。太地は停車停留所。福岡県内館及び熊本県内間それぞれ同一県内間のみの利用は不可。ただし、佐賀県の高速木山においては両方向とも上行、可能。新文字港、砂津バスセンター小倉駅前平和通美萩の紫川ランプ。 黒崎インター、引きの口から、高速、千代ニュータウンや渡 IC の大型パーキングエリア、若宮インターチェンジ高速海高速木山、キックスインターチェンジか大駅インターチェンジ、西郷市武蔵が、岡増城 IC、増城インター口東町中央、自衛隊前から、熊本県庁前から、水前寺公園前低みそ天神通り町筋、 熊本交通センター熊本駅前西部車庫4列シート時代の車両九州参考便現在は、日の国号で使用中以前においては、蒸気以外にもテレビマルチステレオ、車内公衆電話などの設備や、おしぼり、飲み物の車内セルフサービスもあった。一部の高速バス路線の撤退、一部区間廃止、減便について、西日本鉄道、 2010年2月3日閲覧。九州三高バス。高速バス熊本。北九州線継続単独で運行。日本経済新聞社。2010年2月14日閲覧。熊本北九州線期間限定大幅。割引実施のお知らせ。九州三高バス。2010年4月20日閲覧。高速バス熊本北九州線。 銀南郷平成24年4月1日から土日宿を増便。土日宿ダイヤが1往復2便増えます。九州参考バス。2012年2月25日閲覧。バスターミナル移転のお知らせ。熊本桜町再開発株式会社。2016年1月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年10月16日閲覧。 熊本北九州高速銀南号新名所募集及び延伸のご案内2017年9月5日高速バス銀南号新文字公延伸に伴い新名所大募集九州参考バス2017年9月6日閲覧2018年12月1日より熊本北九州線高速バス銀南号運行休止について九州参考バス 2018年9月28日へ閲覧。ありがとうございます。